Hey, what's up, YouTube? どうも、ソーシです。ということで、本日はですね、あいにくの天候、雨なんですけども、また今回、原宿の方に来ておりまして、今日ね、ちょっと青山の方に、向かっているんですよ。でですね、まあ、僕が青山っていうのもね、だいぶ珍しいかなって思うんですけど、まあ、何をしに行くかというとですね、まあ、スニーカーなわけですよ。で、まあ、青山にですね、まあ、何のスニーカー買いに行くんやっていうところなんですけども、新しく発売される、まあ、コラボモデルなんですけども、スプーンアイランドとニューバランスのコラボモデルですね。これの991の V2 が新しく、発売されるんですよ。で、まあ、これがですね、まあ今月10月にですね、まあ、2回、分けて発売があるんですけど、まずはそのストーンアイランドの店舗の方で発売があって、でその後ニューバランスであったりとか、そのニューバランス取り扱い店ですね、まあ、そっちの方で発売があると。でですね、まあ、これがまあ9月の中頃ぐらいにですね、まあ、情報が出まして、で、まあ、その時にですね、そのストーンアイランドの青山店の方でですね、まあ、店舗の抽選申し込んでたわけですよ。雨止んできた。でですね、まあ、オープンがまあ11時なんですけど、各30分枠ごとにですね、まあ、30分ごとにその枠でこう抽選するみたいな感じで、でですね、まあ、一応申し込んでたんですよ。そしたら12時半から1時のこの30分の枠ですね、ここで当たってまして、3時までやったかな、11時から15時までのその30分ごとやったかなって思うんですけど、その枠が当たりまして、今それに向かってるわけです。ただね、ちょうどね、その12時半からその1時の枠っていうのがちょうど真ん中あたりなんですよ。これはそもそも僕のその順番、その時間帯で僕のサイズですねがあるのかどうか。900番台、まあ、いくつか買ったりはしていっているんですけども、991に関してはですね、僕一足も持ってなくて、で今回その991の V2 になったわけなんですよね。でグレーカラーのですね、まあ、情報っていうところももう出てはいるんやけど、グレーよりもですね、このストーンアイランドの方がめちゃくちゃかっこよく見えて、そのメッシュパネルの部分で、メッシュの部分であったりとかがちょっと違うんですよね。これがまあ渋いなというので、ちょっと狙いたいなと思います。まあ、これ外れたとしても、もし僕のサイズがなかったとしても、その後に発売される時ですね、そのニューバランスの店舗であったりとか、まあ、そっちでも狙おうかなと思うんやけども、まあなんせこれがかっこいいので、履いてみたいし、で僕今までそのストーンアイランドコラボって一足も買ったことがなかったんですけど、まあこれはかっこよかった、その写真で見る感じ。 A few moments later. ということで、ちょっと次のね、打ち合わせがあるので、移動しているんですけども、全然完売でした。もう着いた頃に、お店の前着いた頃にですね、お店の前に人がまずいなかったんですよね。セキュリティの方がそのお店の入り口に2人立ってて、あれと思って、様子おかしいなと思って聞いたら、スニーカー完売でした。でね、まあ、スニダンを今見たら、まあ、9万ぐらいなってるし、ほんでね、数、出品されてる数も結構少ないんで、まあ、店舗での数もまあ少なかったんだろうなと。次のニューバランスの、店舗であったりとか、そっちでの発売を待ちます。 2 weeks later。ということで、本日はですね、10月の18日の水曜日、なんですけども、現在朝の10時12分、ジョーダン1のね、ブレッドの、サテン生地のやつですね、サテンブレッドの発売日ということでですね、まあ、現在原宿に来ているんですけど、まあ、これはね、まあ、2016年にですね、まあ、発売、ニューヨークで発売されて501足当時、限定で発売されてというやつで、まあ、それがね、今回ウィメンズ仕様での発売ということなので、まあ、これは欲しいと。まあ、そもそもね、僕自身がブレッド、ジョーダン1のブレッドを持ってないんですよ。で前にね、パテントブレッドが発売された時も結局買えんくて、まあそもそもね、2017年やったかな、バンドカーが発売された時っていうのも、まあ、当時買えんくて、まあ、なかなかね買えないのが続いてたんですけども、まあ、今回ウィメンズ仕様でということではあるんですが、まあ、これは欲しい。でもね、こうスニーカーズ見てると、ね、
10時過ぎの段階で普通にスニーカーズ残っとったんすよ、全サイズ、大体のサイズ残ってるから、これはね多分買えるとは思う。で、まあ今日18日なんですけど、今日ね、もう一足他にもスニーカー発売ありまして、というのもニューバランスと、ストーンアイランドの991の V2 ですね。まあ先行でね、ストーンアイランドの方で発売されて12時半から1時の枠で当たってたんだけども、まあそこでは買えず、着いた頃にはもう完売やったんやけども、まあ今日その当選結果が出るということで、まあそのメールも楽しみにしつつ、まあちょっとサテンブレッドを買いに行きたいなと思います。今ね10時18分なんやけども、並びはね、僕で2人目です。一応ね、10時半か、までにね、並ばないといけないんですけど、こんなにか。まあサテン生地でね、まあ、どうなんやろうとは思ってたんだが、やっぱブレッドカラーなんでね、ある程度並ぶ人もいるかなって思ってたんやけども、まあドレスコードということなので、ジョーダン1のアクロスザスパイダーバースを履いてきました。まあまあ余裕で帰るわな、そら。ということでね、まあ紹介動画、帰って撮ろうかなって思うんですけども、まあその前にですね、ちょっとホームゲームに行かんといかんくて、っていうのもちょっとした用事があるんですよ。来週の土曜日、日曜日になるかな、皆さんちょっと楽しみにしておいてほしいんですけど、来週発売されます。 A few moments later。 はい、ということで買ってきたのがこちら、ナイキメンズエアジョーダン1レトロハイ OG サテンブレッドでございます。はい、ということで余裕で買いました。2016年にニューヨークで開催されたポップアップで501足のみですね、まあ発売されたサテンブレッドなんですけど、ただまあ今回違うのがですね、ウィメンズ仕様になってると。まあそれもありますし、定価もだいぶ上がったし、あとはやっぱり皆さんその普通のレザーのブレッドですね、これの復刻を待ってる方が多かったなと、まあそのあたりのいろんな要因があったかなとは思うんですけど、ただあそこまで並び少ないとは思ってなかった、やっぱりブレッドカラーなんで。ただまあ個人的にはですね、このジョーダン1のこのブレッドカラー1足も僕まだ持ってないんですよ。でまあこのブレッドで言えばですね、2016年17年ぐらいだったかなと思うんですが、バンドですねが発売されまして、あれ狙ってこう並びに行ったんですけど、買えなくて、心斎橋に並びに行って 2,3000 人ぐらい並んだんかな、まああそこで買えなくて、でその後去年ぐらいでしたかね、パテントブレッド、あれも買えなくて、やっぱりこのシカゴとブレッドはどうしても欲しいなと、もうそれもあってこれは欲しかった。まあ多分ご覧いただいてる方の中でもですね、この一足に対する評価っていうのはかなり分かれるかなと思うんですけど、もうこれは僕の中でも完全別物やと思ってます。ただまあこれはこれの良さがあるかなと。はい、ということで詳しいデザインを見ていきたいんですけど、こんな感じでですね、もうアッパー全体にサテン生地が使われております。まあなので普通のレザーのですね、まあエアジョーダン1に比べるとですね、パッと見でもわかるようにちょっと光沢感があるような感じですよね。まあシルエットであったりとか、まあそのあたりはですね、まあ普通の OG 仕様のエアジョーダン1なので、まあそのあたりは変わりはないんですけど、まあこのあたりですね、このアンクル部分のウィングロゴが刺繍になってたり、あとはこのサイドの数種ですね。まあ本来やったらですね、まあこんな感じでレザーをですね、こう貼り付けたような感じの数種なんですけど、この数種もサテン生地になってまして、その周りの部分ですね、っていうのをこう刺繍で縁取ったような感じになっています。あとはこのシューレースホールも違ってたりとか、シューレースの先端はシルバーのチップがついています。まあそもそもね、そのアッパーの素材感が全然違うので、まあパッと見のシルエットであったりとか、まあそのあたりは普通のエアジョーダン1なんですけど、まあ全然違った印象を感じますよね。だからこの光沢感ですね、このサテン生地特有のこの光沢感、まあこれがね、こういける方いかれへん方いると思うんで、まあそのあたりでも好みは分かれるかなと。まあだからどうしてもね、そのレザーのブレッドが欲しいっていう方はですね、そんな無理して買う必要もないかなと。定価も上がっているので無理して買う必要はないかなとは思うんですけども、例えばブレッドカラーが好きであったりとか、もうこれはもう完全別物として捉えてる方なんかはいいかなと思います。あとはですね、今回なんですけど、こんな感じでバッグもついてるんですよ。ただまあサイズ感がこれなので何入れよう、なんかこうシューケアグッズとか入れといてその辺引っ掛けとくか。多分これを外でこう使ってっていうことは多分ないと思う。まあこれはもう完全おまけですね。でやっぱりこのジョーダン1のですね、そのシカゴとブレッド、この2色ですね。まあこの2色に関してはですね、そのレザーのモデルですねっていうのは前の復刻からちょっと年数も経っちゃってるので、まあ復刻してほしいっていうですね、まあ結構ご覧いただいてる方の中でもですね、いつ復刻するの
んねんっていうフラストレーションも溜まってるかなと思うんですよ。あのシカゴに関しても前回がですね、その普通のレザーのモデルではなくて、あのロスト&ファウンド、ちょっとまあ違うデザインになってるじゃないですか。まあそのあたりもあってですね、多分普通の状態、普通のやつをこう復刻願ってる方っていうのは多いかなと思うんですよ。まあレザーのモデルに関しては僕も早く復刻してほしいと思ってるので、まあだからシカゴに関しては2015か、前回の OG 仕様が、だからまあ8年空いてるのか。ただまあロスト&ファウンドが去年だったので、まあそれ考えるとまあ普通のレザーのモデルはシカゴブレッド両方ともまだもうちょい先になるんじゃないかなっていう気はしています。ただまあ僕からしたらですね、もうようやく買ったブレッドなんで結構テンション上がってる。まああとはもう気長にね、あの普通のレザーの復刻を待ちたいなと思います。であとはですね、今日当選連絡が来る予定だったですね、ストーンアイランドコラボのニューバランスの991の V2、これを撮影しているのがもう夕方なんですけど、連絡は来てないです。まあ外れたんでしょう。あれかっこよかったんですけどね。まああの一足に関しては縁がなかったということで。ということで本日はですね、こちらのナイキビメンズエアジョーダン1レトロハイ OG のサテンブレッドの紹介でした。本日の動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録、そして通知もよろしくお願いします。また次回動画でお会いいたしましょう。See you later. バイバイ。